いやもう本当に最高のメンバーと最高のチームで戦えたことをすごい誇りに思いますし、まあ、でもやっぱ結果としてこの時点で帰国をしてしまったっていうところで、やっぱりみんなとてっぺん見たかったですし、世界一取りたかったっていう思いが強いので、まあ、でも本当にあと一歩足りなかったというか、もう一回り成長する必要があるなっていうのを改めて感じさせられましたし、本当にまたここから自分自身と改めて向き合って、また成長してあの舞台に戻れるように日々頑張りたいなと思います。いやもう本当にいつも熱い応援ありがとうございます。本当にたくさんの方々の応援が私たちの源にもなってましたし、いつも背中を押してもらってました。本当に結果として表現できなかったっていうのは悔しいですけど、まだまだなでしこジャパンは続きますし、今後の女子サッカーのためにももっともっと自分たちも頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。